フラワーゲーム。わあ、パックンフラワーがガムガムしてる。パックンフラワーを乗り越えてコインをいっぱい勝ち取れるかな。レッツプレイ。グリーン、レゴマリオで遊ぼう。ピッポン。じゃあ開けちゃいます。あー、ガッガッガー。どういう、この面白そうなおもちゃはいただいたぜ。返せよ。返して欲しけりゃこれで俺様と勝負だ。パックンフラワーゲーム。ルールはこうだ。このスゴロクのコースを回りながらパックンフラワーに置かれたコインを一番多く集めた者が勝ちってゲームだぜ。簡単じゃん。だがしかーし、油断してるとパックンフラワーに襲われちまうぞ。だけど絶対にノイズに勝ってレゴマリオを取り戻すんだ。みんなもグッドボタンで応援して。まずはコマを選ぶぜ、オリ様マリオ。ずるい。僕ルイージ。じゃあ僕ピーチ姫。最初にじゃんけんで順番を決めるぜ。最初はグー。じゃんけんぽい。よし、オリ様の勝ち。嬉しいです。じゃあオリ様からサイコロぽい。ち、いちか、はじめの一歩。いきなりパックンフラワー。このマスに止まったらパックンフラワーの目の前にあるこのボタンを一回押してパックンフラワーが襲ってこなければコイン1枚ゲット。襲われたらコインはなしだ。さあ行くぜ。ドキドキ。セーフ、セーフだぜ。コインゲットだぜ。ひよひよ。俺様が勝つぜ。4だ。
ちゃっちゃっちゃ、俺様も3つゲット。どんどん行くよ。ぜい、ハッピンチャレンジ。1、ニャー、ちょぼー。よし、またお菓子ゲット。俺様の番。ちょっとタマ、お菓子減ってきちゃった。そんな時は出しちゃいましょうね。おいおいおい、これじゃ終わらねえじゃねえか。まだまだあるよ。へえ、こうなったら俺様の特製凶悪マス大量に追加。ソーダおじさんがいっぱい。このマスに止まったらソーダおじさんがドーン。ゲームも脱落だ。ということで、俺様のターン。いけー、に、い、に、てしまった。そうだ、なーにぬーねのー。自分で引っかかっちゃってるし。でもレゴマリオを取り戻せたよ。やったね。まだお菓子をいっぱいゲットしたいし、ゲームの続きをしようじゃないか。オッケー、じゃあ僕から。えい、マリオの世界が楽しめちゃうわ。60秒以内にゴールできるかしら。レッツプレイ。組み立てちゃうよ。ドバドバドバーン。袋は6個、説明書と謎の箱。箱の中はミッドマリオ。なんか眠ってるみたいね。あ、電源ボタン発見。入れてポチッとな。レゴマリオタイム。シャレット。パーツをつければキッチャーマリオ。え、なんか足元ピカピカしてる。本当だ。他も組み立てれば謎が解けるかもしれないわね。ちなみに便利なアプリがあるわ。スマホで作り方がわかるの。おお、これならちょちょいのちょいやね。のかい上がり。あとマリオと言ったら敵がいっぱい。何作ってるかみんなわかるかな。なんていう名前だったかしら。残りのパーツでクミ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 レゴマリクミクミ。マリオのコースだ。できてきた。あのマークに反応するのね。で、それどころじゃない。えっさ、ほいさ。はてな、届かない。近くに雲があるわよ。なるへそ。上に上がります。油断禁物よ。クッパジュニア覚悟。えい、オン、ゴール。余裕だね。あら、そしたら今度はいっぱいレゴやいろんなものを使って自分たちのコースを作るのはどうかしら。
それでどっちがコインをいっぱい集めてゴールできるかバトルしましょう。いいね、やろう。応援してくれる子はグッドボタン。ヨガ、ポーリー、イジ、ジャングル、シャドウ、彼らの名前はエルドラド。何作ろう。とにかく長くしちゃえ。ボールドバーン。アイデアが止まらないわ。ここはこうだ。これに準備。オッケー。これが僕たちのマリオコースだ。ゆらゆらボール地獄。バナナマシン。紙コップタワー。レゴドミノ。盛りだくさんね。まずは僕から。慎重に。順調ね。バナナマシだ。マリモ、マリモ食べるんかい。もう時間が迫ってきたわね。ここで怖い化け物登場よ。急ぎ。これどうやって登るの。タイムアップよ。ママミー、バナナ食べてるから。僕がクリアしてみせる。化け物も迫ってくるわよ。えい、マリオダイブ、ダイナミック、そのままゴール。さすがだわ。コインもゲットね。そんな、僕もクリアしたい。考えるんだ僕。あ、ピコピコっとひらめいた。クモリン、ドクターイエローでゴールの近くまで行っちゃうよ。うまくいくかしら。いけい。ダメじゃん。みんな困ってるわ。さあさあ、トングモリルイッツ。今日はこれ、レゴスーパーマリオワンワンの突撃チャレンジ。マリオの世界をレゴでクミクミ。どれだけ多くのコインをゲットできるかな。組み立てていくよ。じゃーん。袋が3つ。説明書も入ってるよ。まずは1番目の袋から、パーツがどっか行かないようにお皿に全部移しちゃおう。あ、この顔はイバラムシだ。これをこうして、こうすれば、この調子で2番目も。パーツがたくさん入ってる。どうやって作ればいいの。作り方に困った時はこれを使うといいわ。つくもう。スマホでバーコードを読み込んだら、アプリでお手本を見ながら作りましょう。2番目の袋はコースの一部なんだ。クミ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 、コースをクミクミ。コインボックスをポチッとな。この丸太は何だろう。クミ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 、丸太をクミクミ。できた。丸太のシーソーだ。さっきのヤシの木とイバラムシにくっつけたらコースの完成。3番目の袋はクミ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 、真っ黒クミクミ。わっ、ワンワンだ。君はここでお留守番。あれ、マリはどこだろう。
こっちにいるわよ。そうか、このコースはスターターキットの続きナンバー。僕たちが前回遊んだやつだね。電源ボタンを長押ししたらレゴマリオタイム、これで遊べるわね。よし、どれだけ多くのコインをゲットできるか競争だ。負けないもんね。僕たちと一緒に遊んでくれる子はグッドボタン。僕から先に始めるよ。いい、コインゲット。もっともっと集めて。あ、綺麗なお花がある。いや、あれ、変な音がする。マリオの目がぐるぐるしてる。どうすればいいの。時間切れよ。スタートしてから60秒以内にゴールしなきゃね。次は僕がチャレンジ。イバラムシを踏んでコインをゲット。このままジャンプ。しまった、僕のまだ。うわー、助けて。あれ、コインが増えた。そうか、毒沼にはまったら目が回る前に抜け出してマリオを振るといいんだね。なるほど。ゴールの前にワンワンがいる。このままだとタイムアップしちゃうよ。お願いだからどいてよ。うん、そうだ、離れた場所から行くぞ。コインブロックが見えてきた。急いでるから一回だけ。ギリギリセーフ。コインは何枚集まったかしら。12枚だ。僕の勝ちだね。キュンモン。せっかくならスターターキットと組み合わせていろんなコースを作ってみたら。よし、今度こそサンさんがゴールできないような難しいコースを作っちゃうぞ。クミ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 、コースをクミ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 、コースをクミ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 、コースをクミ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 、コースをクミクミ。クッパをここに置いてサンさんをびっくりさせちゃう。ゴールの前にはワンワン。今度は吹っ飛ばせないぞ。できた。敵がたくさんいる。ゴールできるかな。まずはクッパをやっつけないと。あ、そうだ、この雲に乗ってクッパを飛び越えちゃえ。なに、ついでにハテナも踏んじゃえ。やった、コイン10枚ゲット。ギギ、またゴールの前にワンワン。シーソーがないから飛ばせないよ。うんうんうん、このままタイムアップだ。そうだ、この回る台をくるっとして、この間をくぐり抜けちゃえ。ゴール。さて、コインは何枚集まったかしら。15枚も。えへん、次は僕がコースを作る番だ。そうだ、こっちのレゴも使っちゃおう。クミ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 、コースをクミクミ。道をたくさん作れば雲に迷うだろうな。ゴールの前には毒沼を置いちゃえ。できた。ゴールまでどうやって行けばいいの。とにかく進んで。急げ急げ。そっちの道には、あ、クリボーだ。いけ。あ、イバラムシだ。よし、迷子になってるぞ。あ、こんなところに雲が。うん、いい眺めだな。ね、こんなことしてる場合じゃない。ゴール発見、進め。その先には、毒沼だ。だけどもう怖くないもんね。コインをゲットしたら、ゴール。
間に合ったわね。さてコインの数は20枚だ。すごい。今回はクモリンの勝ちね。やったー。みんな困ってるぞ。さあさあどんクモリンドイッツ。今日はこれスーパーマリオキャラパキチョコレート。パキッと割ってニャウィナー。どのキャラたちが出てくるかな。レッツレイ。マリオのキャラパキが種類だって。シークレットは何だろう。早速開けていこう。よし行くぞ。キャウィーゴー。これはマリオだ。2番目に難しいって。よし行くぞ。パキパキパッキンパキパッキンパキパキパッキンパキパッキン。できた。甲羅も綺麗にパッキンできた。ヤウィーゴー。マリオだ。マクにだってできるもんね。パキパキパッキンパキパッキンパキパキパッキンパキパッキン。できた。うん、これぞ職人技。一番簡単なやつだけどね。まだまだあるからもっと開けよう。マク、もっといろんなマリオ見たい。僕はシークレットが気になる。よし開けていこう。僕たちを応援してくれる子はグッドボタン。いくぞー。キャウィーゴー。キノピオだ。パキパキパッキンパキパッキンパキパキパッキンパキパッキン。あー、かわいい手が。どまいどまい。次行こう。キャウィーゴー。マリオとルイージだ。難しい。
パキッと割ってマリオのポーズを作ってみてね。クイズタイム。クモリンが当てたキャラパキのシークレットのキャラは何だったかな。1キャサリン姫、2ピーチ姫、3バナナ姫。みんな覚えてるかな。マークの答えは。そうだ。マ